ったの？あんな姉さま初めて。私も姉様の髪でふざけたことあるけど、別に姉様髪の毛をいじってもらうの好きだったはずだよ。姉様少し変、前とちょっと違う気がする。戦いの旅に出る前、それまではさ、姉様とヤンタも、それにマナリはいつも一緒で、すごく仲が良かったんだ。幼馴染だもん。三人の中ではヤンタムが二人のお兄ちゃんって感じだったんだ。姉様もマナリもどっちかっていうと、おとなしい方だったから、いつもヤンタムの後ろをついて歩いてたの。ヤンタムは昔からあんな感じだったから、実は大人たちは姉様がヤンタムと一緒にいることをあんまりよく思ってなかったみたいだけど、でもね、ヤンタムはいつも面白いことを言ったり、いろんなところに連れてってくれたし、ヤンタムと一緒にいる時は姉様すっごく楽しそうだった。いつも笑ってて、普段はおとなしい姉様もすごくはしゃいでた。毎日夜遅くまで遊び回って、ドロンコになって帰ってきてたんだよ。生傷だらけの時もあったんだ。そんなだからある日ね、見かねた母様が姉様に、女の子なんだからもうヤンタムと遊ぶのはよしなさいって言ったの。そしたら姉様はね、じゃあ私男の子になる、なんて言い出したんだから。お母様でもみんなを引き離すことはできなかった。それぐらい仲が良かったんだよ。たださ、あたしから言わせてもらえば、ヤンタムって見た目はかっこいいけど好みじゃないけどね。普段はどちらかというとぶっきらぼうなんだけど、すぐにチャランポランなことして姉様やマナリをからかうの。要するにガキなんだよ。そんなの私には似合わないもん。私の好みはね、内緒。言うようになったじゃない。うん？今さら謝ったって遅い。からは相手を選ぶのね。知ってる？犬なんかは主従関係をしっかり叩き込んで初めて飼い主に懐くんだよ。甘やかしたらダメなの。ともかく、さっきの髪の毛のことはヤンタムにはいい薬になったかもね。姉様とは全く不釣り合いだもん。
ヤンタムには前々から言ってやりたかったんだ。もっと大人の男になってから出直してこいって。姉様をからかって遊ぶなんて最低。そうに決まってるでしょ。姉様がヤンタムを追い返したの正解だよ。これであのチャランポランも姉様につきまとうことは少なくなるだろうしね。釣りもしたことないのかよ。ダメだな。その点俺なんて川の主みたいな。おお、川の主みたいな大木を釣り上げたんだね、この間。そう、持ち上げるのも一苦労な切り株があって。なんでだよ。ぽくても釣りの腕前は味方と変わらないよ。安心しね。し、なんだよ。二人とも教えてやるって。これだから素人は困るよな。魚だってバカじゃないんだぜ。そう、魚との駆け引きが大事なんだ。いいか、釣りのコツは川の流れに逆らわないこと。そして魚の動きを読むこと。魚の目の届かないところから餌を投げ入れて、弱って動けない獲物が流れてきたのを装うように流れに乗せるんだ。決まってるだろ。ヤンタムはな、女の子だって釣り上げられるって言ってたぜ。魚くらいへっちゃらさ。きっと泳いでるんだよ。もう春だし。こらそこ、変な会話してるんじゃない。お前たちもやってみろよ。道具は貸してやるから。お、うまいじゃないか。筋がいいぜ。
よし、味方、落ち着けよ。焦って引っ張ったりしたらダメだぞ。よくやったな。初めてにしては上出来だ。釣れればな。まったくだよ、釣れないと楽しくない。ナコルルも連れてくれよかった。一緒に釣りに来てたくさん釣れたら喜んで笑ってくれるかな。昔のナコルルはさ、あんな風に悲しいだけの顔をして沈むようなやつじゃなかった。戦いの旅の間にナコルルは昔と変わっちまったよ。誰にでも本当の笑顔で接してた。いつもニコニコして。そう、今みたいな作った笑顔とか無理して笑おうとしたりとかしないやつだった。悲しみについてもそうさ、人前であんなに悲しい顔を見せたりしなかった。いつも幸せそうな顔をしてた。その顔を見るとこっちまで幸せな気分になれたんだ。わけないだろう。俺は真面目には生きられない性分なのさ。それだけだ。おい、味方、聞いてるぞ。チェ、なんだよ、お前ばっかり。魚と裏取引でもしてんじゃねえの。罰だ、ざまあ見ろ。違う、
小さい魚は川に戻すんだ。それが自然の掟ってやつ。なんて言ってもこれはナコルルの受け売りだけどな。なあ、子供の頃にな。よし、魚がたくさん釣れたらその時のことを話してやるよ。それじゃあ説明するぞ。よく聞けよ。いいか、まず川面に浮かべた浮きをよく見るんだ。浮きは川の流れに揺られて軽く動いているんだが、これが程よく縦に揺れた、つまり沈んだら魚が餌に食らいついた合図だ。揺れたと思ったらすぐ上げろ。ぼやっとすんな。タイミングがバッチリ合えば魚が釣れる。この時浮きが大して沈んでいないのにすぐに竿を上げたり、しっかりと沈んでいるのにすぐに上げなかったりしたら失敗するから気をつけろよ。説明はこれだけだ。わかったか？わかったか？大雑把な説明ですまないな、ミカト。でも釣りってやつは理屈よりどんどんやってみてコツをつかむもんだぜ。さ、それじゃあ始めようか。すごいじゃないか。何？すごいじゃないか。何？でかいぞ。やるな。生意気に。はえってよく見るんだ。すごいじゃないか。何？すごいじゃないか。何？すごいじゃないか。何？釣れたか。小物。でかいぞ。やるな。生意気に。やるじゃないか、ミカト。大量だ。どうせたまたまだよ。まぐれだ。まぐれでもいいじゃないか。まぐれの大量のおかげで冬に飢えずに済むこともあるしな。よし、約束だからナコルルと魚釣りに行った時のことを話してやろう。俺たちが小さかった頃一緒に釣りに行ったんだがな、ナコルルが釣り竿と釣り針を持った直後何を始めたと思う？なんと釣り針を石で叩いてまっすぐにし始めたんだよ。慌ててさ、何してるのか聞いたらニコニコ笑いながら、針が曲がってたら魚に引っかかって危ないからだって。釣りに来たのにだぜ。
だろ。で、俺はナコルルをほっといて釣りを始めた。あいつは魚が怖いって木に隠れながら、まあ主に応援だな。俺が魚を釣り上げると、ナコルルは魚を抱きしめて大喜びしたんだ。魚に触れたのが嬉しかったんだろうな。だけどナコルルは魚をすぐに川に放しちまった。かわいそうだからって。その頃のナコルルは自然が好きで好きでたまらなくて、あ、いや今も大好きなんだけどな。食べるために魚を取ることすらも嫌がってたんだよ。そのうち食べるために魚を取ることはなんとか許せるようになったらしいけどさ。だけどその頃だよ、ナコルルに子供の魚は絶対に川に放すようにって約束させられた。自然の未来は奪ってはダメって。まあさ、泣きながら言われたらどんな願いでも聞いちまうだろ。だから小さい魚は川に返すんだよ。さ、話は終わり。あんまり釣りすぎると魚がいなくなってしまうからな。へへ、俺は何でもうまくできちまうのさ。生まれ持った才能ってやつだな。でもまあ、才能がなくても大丈夫。練習すれば上手くなるぜ、マナリン。いや、びっくりするほど下手。でも、いつか上手くなると俺は思う。あいつさ、失敗してもとにかく頑張るだろ。歌もそう。下手だとか才能ないとか言われてるのに練習を続けてる。いや、こっそりやってるらしいや。あいつそういうやつだ。時々声が枯れてたりする。それにさ、多分歌が上手いはずなんだ。ずっと昔、俺たちが小さい頃さ、あいつの歌を聞いたことがあるような気がするんだよ。その歌声はすごく綺麗でさ、俺感動した。だからもっと歌ってくれって言ったような気がする。気のせいかもしれないけどさ。まあな、からかうと楽しいし、それにあいつほっとけない。へへん、俺知ってるんだぜ。ヤンタムとマナリはいい仲なんだ。そういう噂だぜ。ジェローバもマナリはヤンタムと恋仲じゃって言ってたし。別に俺とマナリは。大人をからかうんじゃねえっての。
最悪だ。お前らぼーっとしてないで助けろよ。今まさに溺れかけている俺がいるってのに。さ、帰ろうか、ミカト。ちょっと待て、いや待ってください、お待ちになって。